宮沢賢治作『青森晩歌』こんな闇夜の野原の中を行く時は客車の窓はみんな水族館の窓になる乾いた電信柱の列がせわしく映っているらしい汽車は銀河系の霊浪レンズ 大きな水素のリンゴの中をかけている。リンゴの中を走っている。けれどもここは一体どこの停車場だ。枕木を焼いてこさえた柵が立ち、八月の夜の静間のアガーゼル。してのある一列の柱は、 懐かしい陰影だけでできている。黄色なランプが二つつき、背高く青白い液晶の真鍮棒も見えなければ、実は液晶の影もないのだ。その大学の昆虫学の助手は、こんな射室いっぱいの液体の中で、油のない赤毛をもじゃもじゃして、 カバンにもたれて眠ってっいる。私の汽車は北へ走っているはずなのに、ここでは南へかけている。焼き食いの柵はあちこち倒れ、はるかに黄色の地平線。それはビーヤの檻をよどませ、怪しい夜の影楼と、寂しい真意の明滅に紛れ、 水色川の水色駅。恐ろしいあの水色の空虚なのだ。汽車の逆光は気球の同時な相反性。こんな寂しい幻想から私は早く浮かび上がらなければならない。そこらは青い孔雀の羽でいっぱい。 心中の眠そうな脂肪酸に満ち、射室の五つの伝統はいよいよ冷たく液化され、考え出さなければならないことを私は痛みや疲れからなるべく思い出そうとしない。今日の昼過ぎなら、険しく光る雲の下で、 全く俺たちはあの重い赤いポンプを馬鹿のように引っ張ったりついたりした。俺はその黄色な服を着た隊長だ。だから眠いのは仕方ない。大津アイリーガー・ゲゼルレ。アイレ・ドッホ・ニヒト・フォンデ・ヤステルレ。尋常一年生。 ドイツの尋常一年生いきなりそんな悪い叫びを投げつけるのは一体誰だけれども尋常一年生だ夜中を過ぎた今頃にこんなにパッチリ目を開くのはドイツの尋常一年生だあいつはこんな寂しい停車場を たった一人で通っていったろうかどこへ行くともわからないその方向をどの種類の世界へ入るとも知れないその道をたった一人で寂しく歩いていったろうか草や沼やです一本の肝ですギルちゃん真っ青になって座っていたよ こんなにして目は大きく開いてたけど、僕たちのことはまるで見えないようだったよ。なあがらがね、目をじっとこんなに赤くして、だんだん輪を小さくしたよ。こんなに。し、輪をおきり、空、手を出して。ギルちゃん、青くて透き通るようだったよ。 鳥がね、たくさん種まきのときのように、ばーっと空を通ったの。でもギルちゃん、黙っていたよ。お日様、あんまり変に雨色だったわね。ギルちゃん、ちっとも僕たちのこと見ないんだもの。僕、本当につらかった。さっき、おもだかのとこで、 あんまりはしゃいでたね。どうしてギルちゃん、僕たちのこと見なかったろう。忘れたろうか、あんなに一緒に遊んだのに。考え出さなければならないことは、どうしても考え出さなければならない。とし子は、みんなが死ぬと名付ける、そのやり方を通っていき、それから先、 どこへ行ったかわからない。それは俺たちの空間の方向で測られない。感じられない方向を感じようとするときは、誰だってみんなぐるぐるする。耳ゴードなって、さっぱり聞けなくなったんちゃい。そう甘えるように言ってから、確かにあいつは、 自分の周りの目にははっきり見えている懐かしい人たちの声を聞かなかったにわかに呼吸が止まり脈が打たなくなりそれから私が走っていった時あのきれいな目が何かを求めるようにむなしく動いていたそれはもう私たちの空間を 二度と見なかった。それから後であいつは何を感じたろう。それはまだ俺たちの世界の原始を見、俺たちの世界の幻聴を聞いたろう。私がその耳元で遠いところから声をとってきて、空や愛やリンゴや風、 すべての勢力の楽しい根源、万象銅器のその意味じい生物の名を力いっぱい力いっぱい叫んだとき、あいつは二辺うなずくように息をした。白い尖った顎や頬が揺すれて、小さいときよくおどけたときにしたような、 あんな偶然な顔つきに見えた。けれども、確かにうなずいた。ヘッケル博士、私がそのありがたい証明の任にあたってもよろしゅうございます。カ水計算の雲の中から、凍らすようなあんな卑怯な叫び声は、 宗谷海峡を越える晩は、私は夜通し甲板に立ち、頭は備えなく陰室の霧を被り、体は汚れた願いに満たし、そして私は本当に挑戦しよう。確かにあの時は頷いたのだ。そしてあんなに次の朝まで、 胸がほとっていたくらいだから、私たちが死んだと言って泣いた後、とし子はまだまだこの世界の体を感じ、熱や痛みを離れたほのかな眠りの中で、ここで見るような夢を見ていたかもしれない。そして私は、それらの静かな無限が次の世界へ続くため、 明るい、いい匂いのするものだったことを、どんなに願うかわからない。本当に、その夢の中の一鎖は、看護と悲しみとに疲れて眠っていた、おしげこたちの明け方の中に、ぼんやりとして入ってきた。黄色な花子、オラも取るべがな。 確かにとし子はあの明け方はまだこの世界の夢の中にいて落ち葉の風に積み重ねられた野原を一人歩きながら他の人のことのようにつぶやいていたのだ。そしてそのまま寂しい林の中の一匹の鳥になっただろうか。 レスキュディアンティーナを風に聞きながら、水の流れる暗い林の中を悲しく歌って飛んでいったろうか。やがてはそこに小さなプロペラのように音を立てて飛んできた新しい友達と、無心の鳥の歌を歌いながら、頼りなくさまよっていったろうか。 私はどうしてもそう思わない。なぜ通信が許されないのか。許されている。そして私の受け取った通信は、母が夏の看病の夜に夢見たと同じだ。どうして私は、そうなのをそうと思わないのだろう。 それら人の世界の夢は薄れ、暁の薔薇色を空に感じ、新しく爽やかな観感を感じ、日光の中の煙のような薄物を感じ、輝いてほのかに笑いながら、華やかな雲や冷たい匂いの間を交錯する光の棒をよぎり、 我らが情報と呼ぶ、その不可思議な方角へ、それがそのようであることに驚きながら、大循環の風よりも爽やかに登っていった。私はその後をさえ尋ねることができる。そこに青い静かな湖水の表を望み、あまりにも その平らかさと輝きと未知な前反射の方法と、冷め冷めと光ゆすれる木の列を正しく写すことを怪しみ、やがてはそれがおのずから磨かれた天の瑠璃の地面と知って心はななき、紐になって流れる空の学音、また洋楽や 怪しい薄物をつけ、映らず、しかも静かに行き来する、大きな素足の生物たち。遠いほのかな記憶の中の花の香り。それらの中に静かに立ったろうか。それとも、俺たちの声を聞かない後、 暗光色の深くも悪いガランドと、意識あるタンパク質の砕けるときにあげる声。アリュウ酸や小気の匂い。これらをそこに見るならば、あいつはその中に真っ青になって立ち、立っているとも、よろめいているともわからず、頬に手を当てて、 夢そのもののように立ち、私が今頃こんなものを感じることが、一体本当のことだろうか。私というものがこんなものを見ることが、一体あり得ることだろうか。そして本当に見ているのだと、こう言って一人嘆くかもしれない。 私のこんな寂しい考えは、みんな夜のために出るのだ。夜が明けて海岸へかかるなら、そして波がキラキラ光るなら、何もかもみんないいかもしれない。けれども、とし子の死んだことならば、今私がそれを夢でないと考えて、 新しくギクッとしなければならないほどのあんまりひどい現実なのだ。感じることのあまり新鮮に過ぎるとき、それを概念化することは、気違いにならないための生物体の一つの自衛作用だけれども、いつでも守ってばかりいてはいけない。 本当にあいつはここの感覚を失った後、新たにどんな体を得、どんな感覚を感じただろう。何遍これを考えたことか。昔からの多数の実験から、くしゃがさっきのように言うのだ。二度とこれを繰り返してはいけない。 表は南極と銀の藻など半月の吹いたガスでいっぱいだ。剣積雲の腹たまで月の明かりは染み渡りそれは怪しい蛍光板になっていよいよ怪しいリンゴの匂いを発散し滑らかに冷たい窓ガラスさえ越えてくる。 青森だからというのではなく、大抵月がこんなような赤月近く、剣積雲に入るとき。おいおい、あの顔色は少し青かったよ。黙っていろ。俺の妹の死に顔が、真っ青だろうが黒かろうが、貴様にどうこう言われるか。 あいつはどこへ落ちようと、もう無情道に属している。力に満ちてそこを進む者は、どの空間にでも遺産で飛び込んでいくのだ。時期、もう東の鋼も光る。本当に今日の、昨日の昼間なら、俺たちはあの重い赤いポンプを、 もう一つ聞かせてあげよう。ね。実際ね。あの時の目は白かったよ。すぐつむりかねていたよ。まだ言っているのか。もうじき夜は明けるのに。すべてあるがごとくにあり、輝くごとくに輝くもの。お前の武器やあらゆるものは、 お前に暗く恐ろしく、まことは楽しく明るいのだ。みんな昔からの兄弟なのだから、決して一人を祈ってはいけない。ああ、私は決してそうしませんでした。あいつが亡くなってから後の夜昼、私はただの一度たりと、 あいつだけがいいとこに行けばいいと、そう祈りはしなかったと思います。